国立研究開発法人産業技術総合研究所は独立行政法人として設置された経済産業省所管の公的研究機関。略称は三層研2001年1月6日の中央省庁再編に伴い通商産業省工業技術院及び全国15研究所群を統合再編し通商産業省及びその後継の行政機関である。 経済産業省から分離して発足した独立行政法人である。国立研究開発法人産業技術総合研究処方法により、高工,工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ、 効率的な供給の確保に資することを目的とする。主務大臣は、経済産業大臣。三層県の英文名称は、工業技術院の略称 AIST と同じ、英名を引き継ぐように考案されたものである。2001年以前の通称産業省工業、技術院時代の工業技術院参加の研究処分は、以下の通り、 2001年1月6日から3月31日までは経済産業省に付属する総合研究所という暫定的な形態であったが同年4月1日から独立の独立行政法人に移行2015年4月1日から国立研究開発法人に移行した2016年から特定国立研究開発法人科学技術を 自然や社会と調和した健全な方向に発展させること。情報発信や人材育成等を通して科学技術の普及と振興に努めることを使命として産業技術分野における様々な研究開発を総合的に行う経済産業省所管の研究組織である。業務室を持たない小規模拠点である。全国に点在する。 1100億円程度の予算を持つ日本最大規模の国立研究開発法人であり、研究者評価制度、人事制度改革など、日々様々な試行が行われている。その影響は、他の国立研究開発法人や大学での研究制度にも及んできた。常勤職員2945名、契約職員3135名、役員7名のほか企業、 大学、外部研究機関等から約5000人の外来研究者を受け入れている。規模が匹敵する理科学研究所とよく比較されるが、理研は基礎研究志向でライフサイエンス分野が強く、産総研は産業技術開発、工業化研究志向で材料開発研究分野が強い特徴を持つ。エネルギー、環境、生命科学、エレクトロニクス、製造。 情報、人間工学、材料、地質、標準、計測の7領域を主軸に、日本の産業技術の多くを網羅している。各領域の下に置かれる、比較的域の長い分野研究を行う、研究組織である。次元プロジェクトを遂行する研究組織である。ナシサン総研が、資金提供し、大学の研究者と共同で研究を行うために、 大学内に設置する研究組織。産総研と企業が資金提供し、企業研究者と共同で研究を行うために設置する研究組織である。2019年7月現在で以下がある。筑波地区の研究機関と東京大学及び東北大学が協力して運営するオープンイノベーション拠点である。 ティアの実施設備として、筑波西事業所にスーパークリーンルームを設置し、運用している。平成29年度補正予算事業として、筑波西事業所内に、新たな高効率のクリーンルームが建設された。ティアの実施設備は、筑波中央地区にも点在する。かつては、筑波イノベーションアリーナの略であったが、東京大学の参加により、ティアが正式名称となっている。 研究成果は特許や著作権等の知的財産権として社会や企業に技術移転される。技術移転は技術移転機関である酸素圏イノベーションズが担当する。さらに酸素圏の研究成果を元にする商品化の支援のために共同研究、技術指導、技術相談、技術者が酸素圏に一時滞在する技術研修。 ベンチャー設立支援、技術開発資金援助等の各種制度を有する。これまで、ヒューマノイドロボット、次世代半導体技術開発、グリッド、情報セキュリティ、ナノテク、水素を中心とした、環境技術等で顕著な成果が上がっている。震度秋尾によるパン系炭素繊維の発明と、技術移転や、グルコースイソメラーゼの開発など、 工業化を実施するための材料開発系の基礎研究に高い能力を発揮してきた。近年はスタジアム等での新型コロナウイルス感染症予防のための調査、シミュレーション等で成果を上げている。主に企業から優勝にて技術コンサルティング、技術相談を受け付けている。令和元年度は690件の技術コンサルティングと2856件の技術相談を受けた。 平成14年以降、産総県では、ベンチャーの創業を支援しており、2021年6月までの、累計で151社が設立されている。内訳は、マザーズへ上場を果たした社が1社、M&A にて、発展的解消を遂げた社が21社、上場を含めて活動中の社が100社ある。18の組合が参画している。国として行うべき。 地質情報の整備のための地質の調査を行い、地質図、活断層図として交付されているほか、地震予知に役立てられており、生活への関連が深い。標準に関する研究は、シリコン球による新しい質量一時標準への貢献や産業界における各種の軽量標準として、JCSS 制度等を通じて供給されている。軽量研修センターにおいて、 軽量行政機関等の職員教育や軽量試講集を行っている。ISO の委員会などに多数の研究者を参画させて積極的な提案を行っている。令和元年度は、延べ493名の技術専門家、役職者を参画させ、34件の標準化素案を提案した。化学物質の爆発安全情報、高齢者、障害者の感覚特性、 人体寸法、形状など、いくつかのデータベースを整備し公開している。三層圏は、旧電子技術総合研究所の流れを組むことから、オープンソースソフトウェア開発の拠点として知られており、ミュール、デリゲート、ホープ、ナピックスといったソフトウェアが公開されてきた。ただし現在では三層圏において、これらの開発、保守をほとんど言っていない。 各種パンフレットや地質図のほか以下の発行物がある。筑波センターに、サイエンススクエア筑波、地質標本館があり、常設展示を行っている。地質標本館では、特別展示も行っている。臨海副都心センター内の一角には、ライフテクノロジースタジオがある。合計で、毎年9万人以上が訪れている。 毎年10月を中心に企業の経営者層を招いて技術展示会を行っている。2020年は新型コロナウイルス感染症対策の観点から実施されなかった。毎年7、8月を中心に全国各地の研究拠点で一般公開を行っており多数の見学者で賑わっている。例年1万人を超える来場者があるが2020年は 新型コロナウイルス感染症対策の観点から実施されなかった。対話型広報活動として、小中学生や一般向けに職員が出向いて、講演や実験教室を行う制度を運用している。対象は、学校や非営利団体とされ、借金が不要な代わりに依頼者が交通費等を負担することとなっている。産総研への見学に合わせて、 三層圏の敷地にて開催することも可能で、その場合は完全に無料となる。マスコットキャラクターとして、三層圏アリスと三層圏テレスのペアがある。三層圏の人材採用は、上勤職員と契約職員の2種類がある。上勤職員は試験採用と公募選考採用がある。かつては国家公務員試験愛主から研究官を採用していたが、 2005年度から、常勤職員については、事務系、研究系ともに、独自の能力評価採用試験を行っている。事務系部門では、国家公務員愛主試験合格者は一時試験が免除される。また、2012年度からは試験採用による、研究系は、計測標準部門に限られることになった。 常勤研究職員は公募し、大学等と同じように研究業績によって採用される。契約職員は、職務内容、経歴によって第1号契約職員から第7号契約職員までに区分され、プロジェクト等の必要に応じて、随時公募等にて採用される。以下は、国立研究開発法人産業技術総合、研究所の内規に基づく、 経済産業省からの転籍出向者、産総研の研究者、外部人材等で構成される。2021年度より理事と執行役員を分ける管理体制となった。研究系事務系この研究所に関連した機関の遠隔は次の通り。関連人物については人物説を参照。ありがとうございます。